前。ずっとそばにいると守ると誓った。誰にも渡さない。オーランド、おい、しっかりしろ。何これ、ひどい。部屋に運ぼう。待て、すぐに動かすな。ダナ、ハル、お湯を沸かせ。はい。それと包帯だ。目だ、目が痛い。誰にやられた。あいつだ、カイドウで出会った赤い妖精。あれがまた現れたのか。あいつはずっとここにいた。グラディスと名乗っていた妖精、あいつがあの赤い妖精だ。あいつがグラディスなら、ブリジットは。そんな。ブリジットさん。待て、俺も一緒に行く。お願い。俺、医者を呼んでくるね。僕も行きます。作業を放り出してか。あ、俺が手配してやる。どうせこれから帰るところだ。銀座と主食、せっかくキャットをくれてやるのに、神聖祭に間に合わないなんてことになったら、それこそ俺の立場がない。それにこれはページ工房だけの問題じゃない。ダウニング伯爵に報告する。銀座投資を襲う赤い妖精が再び現れた。兵を出してでも捜索に当たるべきだと。ラファル・フェン・ラファル。それがあいつの本当の名だ。なんだかシャルの名前と似てる。俺と同じ場所で生まれたらしい。俺を仲間にしたいようだったが断った。仲間って何の。わからん。だがあいつは言った。力ずくでもあの娘をもらう。そうすればお前も私のものになるだろう。私を。でもそれならなぜオーランドを。警告だ。その気になればいつでもお前を襲うことができる。そう言いたいんだろ。俺から離れるな。必ずお前を守る。ブリジットさん、私がオーランドをあんな目に遭わせたのね。私がグラディスを、あの妖精を連れてきたから。ブリジットさんだけじゃありません。ここにいるみんなが騙されていました。私もシャルもみんな全部私のせい。